はじめまして、上崎たまもだよ。レッド、ビルーナちゃんは今日はお休みね。代わりにたまもが解説するよ。とりあえず今日はよろしく。投稿者が買収されたとかじゃないよ。とにかく、今日は今入選してきている富士急行線の富士山ビュー特急に乗っちゃうよ。ギラギラ輝く GSE や火の鳥みたいなこの車両は富士山ビュー特急の8500系。もともとは小田急線と御殿場線を直通する特急朝霧で使われた JR 東海の371系だよ。2015年にここ富士急行線に譲渡されて、2016年に富士山ビュー特急として運行を始めたよ。この特急、富士山が一番よく見える1号車が超豪華だから、そっちに乗りたかったんだけど、あいにく埋まっていたみたいだから、代わりに3号車に座ることにするよ。ちなみに富士山ビュー特急の料金はこんな感じ。足していってね。スイーツプランは名前の通り1号車で、スイーツが楽しめる列車だよ。指定席。一方、2号車と3号車は、スイーツプラン関係なく自由席になってるよ。大月から川口湖までこの特急で富士急行線を乗り通す分には、400円の追加で OK だから、気軽に富士山ビュー特急を楽しみたいなら、こっちも十分おすすめ。ここは371系時代には幕があったところみたいだけど、今は塞がれて紙が貼り付けられてるね。でも LED とかよりしっくりくる気がする。富士山、ビュー、エクスプレス、略して FVE。どこかの暴走特急を彷彿とさせる3文字だね。その名前の通り、富士山に一番近い路線を走る富士山ビュー特急。それじゃあ、乗っていこう。富士山ビュー特急になるときに、長野で JR 東日本による改造をいろいろ受けたからか、JR 東海色よりかは JR 東日本の色がどことなく強い気がする。例えばこの JR 東日本チックな大型トイレは、371系時代はもう少し小ぶりでいろいろ違ってたよ。トイレばっか見てても仕方ないからそろそろ車内に入ろ。これが自由席。内装は私鉄特急にしてはめちゃくちゃ豪華。昔は同じく富士急の富士登山電車を手掛けた水戸岡英二さんによる安定の水戸岡デザイン。モケットのバリエーションも多くってとってもオシャンティーだよ。あと座席はとっても快適。ふかふか、すごい、最高、優勝。自由席だから運転席の真ん前にも座れるよ。大月駅なら全面展望もできる。木材がふんだんにあしらわれたシックな雰囲気の車両で全面展望ありかも。じゃあそろそろ座席紹介するね。座席は371系のものをそのまま使ってるけど、あちこちに手が加えられているよ。例えばこのテーブル、ここは取り替えられて木製のものが使われているよ。いい雰囲気だけど縁がなくなっているのは少し注意ポイントかも。あとそこまで広くはないのと揺れやすいから物を落とさないようにだけ注意。何かつまみながら移動するって時にはあまり困らないと思うけどね。ここでパソコンを開くだなんて、そんな車内にフリー Wi-Fi があるからってゆっくりしようよ。テーブルをわざわざ出さなくても、その下にはドリンクホルダーもあるよ。371系の頃はこの部分が網だったから、ここはがっつり変更されたっぽいね。横には川口湖の観光の本がしまわれていたよ。2019年から2020年。まあ最近はあれやこれやで大変だし、そんなこともあるよね。地味に嬉しいのがフットレスト。シートピッチ1000ミリという快適な感覚の中で、ゆったりまったりくつろげると思うよ。中央線特急でおなじみ、E353 系の普通車は960ミリって考えると、本当にすごい。371系から大きく改造されても、リクライニング機構は残ったよ。結構倒れる方なんじゃないかな。賛否両論ありそうなのは、窓枠付近かな。ここら辺にも木が使われているんだけど、この窓枠と、その内側に貼り付けられた黒いフィルムが窓を小さく見せちゃってて、ビューの要素は改造前より、ちょっと薄れちゃってるかも。この木の枠を額縁と捉えれば、結構ありだと思うけどね。少し意外なのは、車内 LED ですら変えられている、ってこと。371系の頃は3色 LED だったんだけど、こっちに来て別の3色 LED に変わったみたい。水戸岡英二さんのこんなちょっとした作品もあちこちに飾られているよ。バリエーションは多岐にわたるから乗るたびに見てみてもいいかも。ここにもちゃっかり FVE。 ここにあると高級ブランドっぽさを感じるね。ブラインドもすだれの形になってるよ。日光を遮り、かつ風通しが良いすだれ。まここでは風通しは関係ないけど、遅くとも奈良時代から日本に根付いていた由緒ある日よけ、これが車内にあるのはちょっと新体験。30年前に製造された車両だけど、こんな風にあちこちがイメチェンされてるよ。
せいたしました。そうそう、川口湖駅から藤沢駅の間ではシートの向きとは逆方面に進んでいくよ。藤沢駅でスイッチバックする形だね。これにはいろいろ理由があって、富士急行線は1929年、まだ社名が富士山麓電気鉄道だった頃、大土から富士吉田駅までを電化させて開通させたんだけど、この川口湖から富士吉田までの開業は1950年、だいぶ後のことなんだ。もともとの富士吉田の駅舎の向き的に川口湖に行くにはそこで折り返さないといけなくて、それで今みたいな感じの運行になってるんだ。ちなみになんでこんな駅舎の向きになっているかというと、1929年よりさらに前、富士吉田のもっと南に御殿場の方に備線路が伸びていたんだけど、そこから南の線路が廃止された後の名残なんじゃないかなって思ってるよ。さて、もうすぐいろんなジェットコースターがあって有名な富士急ハイランドの駅に着くよ。この駅はもともとハイランド駅って名前、カタカナだけの駅はかなり特殊で日本初。例えば北海道の西側にはニセコっていう深い歴史を持つ JR 函館本線の駅があるんだけど、それももともとはカリブ島駅だったのが1968年にニセコ駅に名前が変わったもの。だから1961年の時点でカタカナだけが使われたハイランド駅はかなり特殊だよ。あ、富士急ハイランド自体の営業開始は1969年の3月末、中央自動車道の開業と同時だよ。それまでは富士五湖国際スケートセンターって施設だったよ。今も昔も変わらず多くの人に親しまれてきている観光スポットだよ。そろそろ発車するみたい。こんな表示あるんだね。その次は富士山駅。もともと富士吉田駅って名前だった通り富士吉田市にあるよ。ほうとうはこの地域を含めた山梨県全体で有名だけど、この辺富士吉田ではうどんが有名で、吉田のうどんとして親しまれているよ。そのうどんはとにかくコシやら歯ごたえやらが強いんだけど、理由は涼しくて火山灰の影響を受けるこの地域での麦などの栽培に加えて、昭和初期にこの辺りで栄えた繊維業とも関わっているよ。当時の繊維業を牽引していた女性に対し、商人の男性が女性に向けて昼食を作るとき、よっしゃ腹持ちの良いうどんを作るぞおうってことで、力強くうどんを練った結果、ものすごい弾力になったと言われているよ。腹が減っては戦はできぬっていうもんね。2名参戦、富士山の麓にある駅、富士山駅に到着。三坂山地というたくさんの山々を北側の方に望んで入線していくよ。ここからはこの三坂山地の南を沿うように線路がぐわっと伸びていくよ。こっちは富士山が見える方じゃないけど、いい景色じゃない。一方で富士山が見える側からの車窓はこんな感じ。富士山頂との直線距離はだいたい15キロ。こんなに近かったらもちろんとても綺麗。やっぱり額に飾られたって言うていでみるとなかなかいい感じだと思うな。スイッチバックの影響で停車時間もほんの少しだけ長いからシャッターチャンス。折り返して北東に進んでいくよ。次は1駅通過して下吉田。富士山と五重塔を一緒に見られる荒倉山浅間公園の最寄り駅だよ。特に富士山、五重塔、桜を同時に見られる春の公園は海外からも人気だよ。そんな下吉田の駅舎は東洋駅と称される名古屋駅を真似て建てられたらしいよ。多分3代目の名古屋駅、3代目名古屋駅舎は1937年に建って1993年に解体されたよ。だからある意味では現存するレトロなミニ名古屋かも。ちなみに下吉田の駅舎も伊東海江寺さんによって2009年にリニューアルされたよ。レトロな内装を残しつつ現代的な雰囲気を共存させた大胆なリニューアルだったよ。とにかくいろいろとデザイン面に力を入れてるんだなってわかるね。ところで富士山ビュー特急は1号車が一番豪華なんだけど、その号車のデザインのコンセプトはゆったり懐かしホテル、ゆったりの名に恥じない、たった26席の空間で軽食や飲み物を楽しめるみたい。ちなみにこの3号車の席数は60席、1号車がいかにプレミアムなのかがわかるかも。1号車はまたいつかチケットが取れた時にでも取るね。ところでこんな豪華な富士山ビュー特急が導入された経緯なんだけど、まず一つは2002年から走り続けていた初代富士山特急2000系の引退。その車両は2016年完全引退と、そう長く使われずに引退した印象だけど、元をたどると1960年代製造の国鉄の165系っていう電車だから、リニューアルしたといってももうすでにボロボロだったんだ。そこで新しい富士山特急の車両8000系が2014年に導入された2年後、2016年に富士山ビュー特急の8500系を入れて両方とも置き換えたよ。
導入された理由はもう一つあって、それは富士急行の創立から90年経ったってこと。そういった年にエンターテインメント性をもっと深めようってなって、富士急がやってきたことと相性がいいカフェ的な観光特急列車を採用したよ。もともと山梨にこれといった観光特急列車が走っていないこともあって、運行開始までの道のりは結構スムーズに進んだみたい。ちなみにターゲット層は生活にゆとりのある大人の女性らしいよ。だけど背伸びしたいよね。いろいろ憧れを膨らませていたら、あっという間に下吉田に到着。下吉田ブルートレインテラスでは、青い富士山の下で青い列車が一休み。向こうには国鉄169系の前の部分だけが止まっているよ。なんであんなところにいるかというと、富士山特急2000系の部品取りに使ったから。前までは1両丸々留置されてたんだけど、富士山特急2000系が引退したら、頭の部分だけになっちゃった。ここから特急が本気出すよ。次は鶴文科大学前、5駅通過。もともとの特急停車駅は鶴文科大学前じゃなくて、大月の方に2駅行った鶴市って駅だったよ。だけど2004年に鶴文科大学前駅が開業したからそっちになったよ。今では富士急行線の中でも結構栄えた、需要が結構ある駅になってるよ。ところで富士山ビュー特急に少し似た雰囲気の列車はもうすでにあったよ。それが富士登山列車。この特急と同じく水戸岡鋭治さんによるデザインだよ。似ているポイントは色、寂しい色っていう。路線開業時に活躍したも1号に使われた色。それから車内全体的に木の素材が多めで、座席布もバラエティに富んでいて豪華だよ。違う点はあの車両は特急じゃないってこと。電速各駅に止まっていくよ。ついでに必要なチケットについても特急券じゃなくて着席券ってことになってるよ。とはいえお互い何かと類似点の多い列車だよ。ちょっとした兄弟みたい。ここ寿から三つ峠にかけては駅間標高差94メートル、最大勾配40パーミルのかなり険しい場所を通ってて、ぐねぐね曲がるよ。大月と川淵この間の高低差がざっくり500メートルの富士急行線内で必見の場所だよ。電車は間もなく富士急行線有数の富士山のビューポイントを通過いたします。ところで富士山ビュー特急は富士山がよく見える場所では徐行してくれるよ。下には三坂山地、南には倉見山とかがあって、山々の間を縫うようにして走っているから富士山がはっきり見えるのは全面展望を除けばこれが最後かも。富士山駅で見たものとはまた違ってこっちのものも綺麗。ついでに富士吉田市もこの辺りでおしまいだからしっかり目に焼き付けとこう。ところで富士吉田市ではうどんに加えてお米もそこそこ取れるんだけど、この辺りの甲州織も忘れちゃいけない存在だよ。富士山の湧き水で糸を染めてきめ細かく織っていく高品質の織物。その歴史は長くって江戸時代に栄えた海域から発展したものだよ。この辺りでは桑の木が育って養蚕が栄えて絹糸がよく取れて、それと良質な水を合わせて良質な織物ができたって感じ。ちなみに土壌の影響で桑の木以外はあまり育たなかったよ。この辺りはうどんが発展するまでのストーリーと似てるかも。名物をいろいろ地理的なことから絡めていくと面白いんだよ。ガラッと話題が変わって申し訳ないけど、窓枠の前側には物を置くスペースがあるよ。モバイルバッテリーが置きやすくて案外いいかもしれない。コンセントはないからそこら辺は注意してね。コンセントはなくても車内販売はあるよ。1号車はちゃんとしたカウンターがついていて好きにグッズや飲み物とかを注文できるけど、2、3号車の自由席にも車内販売は来てくれるよ。せっかくだしコーヒー買っちゃった。350円、嬉しいドリップタイプ。こうして見るとなんとなくログハウス感を感じる。豪華なインテリアに囲まれつつ富士の麓で飲むのは最高だね。こんな豪華な列車だけど1時間もいることはできないよ。乗車時間はだいたい50分、だいたい時速50キロ程度出しながら進むよ。普通列車の時間はだいたい60分だからそこまでは出さない感じ。線形のせいかも。でも座席がふかふかだからもっと長く痛くなっちゃう。コトンコトンと桂川に沿って進むうち列車は鶴市の中心地鶴文科大学前に到着。ここを出たら6駅通過していよいよ次が終点の大月だよ。間もなく鶴文科大学前です。鶴市を出る前に言っときたいこと言っとこ。鶴の名前の由来にはいろいろあって、一つは富士山の平地の部分が鶴みたいに伸びているように見えたから、もう一つは鶴がよく飛んできていてめでたかったからなど様々だよ。ついでに大月の地名についてもちょっと触れておくね。この辺りにある矢村城の城主が1633年
農業のために五ヶ瀬地って水路を作ったよ。で、その水路の周りにはケヤキの木がたくさん生えていたんだ。ケヤキの木の別名は大月。これが元。そこから大月に転じた理由はシンプルで、駒橋っていう今で言うと大月橋、上大月駅の近くにある橋から月を見たとき、月が大きく見えたってところから大月って地名になったとされているよ。ワンクッション挟まれているとはいえ、意外にもシンプルな名前の由来。矢村城下町って別名がついた矢村町駅を通過、もちろん元矢村城の近くだよ。ここまで来ると月はよく見えても、富士山はもうあまり見えなくなってきちゃってる。でもまだまだ先にも見どころはあるよ。ビューするのは富士山だけじゃない。あれ、あれは山梨リニア実験線。ここ富士急行線をまたいでいくよ。ところでリニアモーターカーの車体は内装外装がちょくちょく改良されていて、10年くらい前は MLX01 っていう車両が走っていたよ。今はこの辺りより少しだけ西にあるリニア見学センターに飾ってあるよ。今は L0K っていうリニアと新幹線第一世代を表すゼロ系、その2つを組み合わせた名前の車両が走ってるよ。その形式も2020年に改良されて、モダンでゆったり機能的にも良い内装外装になったよ。営業用車両の第一世代という理由でゼロ系って名前を冠したけど、2027年かそれより後に改良した時もそれが使われるのかな。大月の2つ手前、田野倉駅を通過中、ここで減速したからなんだと思ったら、ここで普通列車と交換するみたい。単線だからしょうがない。ちなみに交換する列車は富士急の線形、普通列車の中では少数派だね。線形は線形で動画にしてるから、そっちも見てもらえると嬉しいな。この動画とはまた違ったテイストにしてるからよろしくね。ちなみに少数派の線形に対して普通列車の多数派は6線形だよ。元 JR205系。 田野倉を通過したら上大月駅をさらに通過して、いよいよ大月、富士海遊とかの中央線に接続する列車を除いて1、2番線に到着するよ。中央線のホームは3、4、それから5番線、ホームはお互いにはっきり見えるよ。乗り換えも改札で連絡されていて、迷うことはないかも。終点の大月についてよ。改めて見ると豪華で、グリーン車みたい。富士山ビュー特急の運行は少なく、1日に往復だけで、この13時11分川口湖発のものが大月方面のラストだから、乗るときはしっかり確認して乗ってね。チケットも忘れずに。今日は富士山ビュー特急の自由席に乗ってきたよ。富士山や富士急行線を満喫したいときには本当におすすめの特急だから、富士急行線に乗るときに時間が合えばぜひぜひ乗ってみることをおすすめするよ。今度は1号車に乗りたい。じゃ、今日はここまで。またね。